カメレ・モンターニュ・カミーユ・モンターニュは、フランスの軍医、植物学者である、インカ植物の研究を専門とした、セーヌイコール・エイコール・マルヌ県のボドワ・アンブリで生まれた。14歳で、フランス海軍に入り、ナポレオンのエジプト遠征にも参加した。1802年に、フランスに戻り、医学を学び2年後、軍医となった。48歳になった1832年に、 人科植物の研究に専念するために軍を退役した。1853年にフランス科学アカデミーの会員に選ばれた。1845年にジャガイモ薬病菌のファイトフテラインフェストンズを最初に記載した科学者であり、ファイトフテラインフェストンズはジャガイモ基饉を起こした疫病菌である。また、フランス領義アナコユの菌類の研究でも知られる。 ヒク科の植物の俗名、マンタニアや、原ケ科の菌類の俗名、マンテグナイツに懸命されている。モンは、植物の学名で命名者を示す場合に、カミーユ・モンターニュを示すのに使われる。ありがとうございます。